です。あれ、もういいんですか？もうちょっとやった方がいいんじゃないですか？ありそう、ありそうですね。はい。読みます。ミブス、ドブネズミ男、準備体操。前にマイクとかいじってみたんだけど。わかりました。それでは、じゃあもうジレジレしちゃうから始めましょう。ドブネズミ男拍手。どうも、ヨイコインブカです。今、村上春樹を指してきました。ドブネズミ男です。よろしくお願いします。イエーイ。テレビ浦安がお送りするテレビ教養講座。この番組の提供は千葉なのに東京、東京なんとかリゾートがお送りいたします。CM 決まります。いや、僕なんとかマウスだよ。ブルタブレスでしょ。クーラクってしつこい、いいやがやつ。なんとかマウス、なんとかマウス、なんとかなんとかマウス、東京なんとかリゾートにおいでよ。混んでるけどね。え、今日の教養講座はことわざ辞典です。それでは最初のことわざ、喧嘩両生類。おい、こら、三笑王なんじゃい。ていうか、お前誰。三笑王以外の両生類って何がいるんだ。次。母を訪ねて3センチ。おかん、どこ行った。うわ、めっちゃ近い。近すぎ。ていうか、これ、ことわざ違うやん。次行きます。吐きだめにずる。皆さん見てください、ここが吐きだめですよ。こんなところにずるっと行きたくないですよね。だから押すなよ、押すなよ、押す、押すなって言ってるだろ。押せ早く。次、工房もすげえの誤り。工房大師さん、その作品素晴らしいですね。一体どんな筆で書いたんですか。そんな筆で書いた。井の中の蛙、大会を知らす。この度、激突猫まんまの会を大会することになりました。私、あまりには物事を知らなくて、全部を広めようと思いまして、これからは少年ギガバイトの会に入会いたします。よろしくお願いします。壁に耳あり、常時に目あり。そうなんです、盗聴されてるんです、常時とメアリーに。だから先生、薬なんて飲んでも無駄なんですよ。もう一度言いますよ、盗聴されてるんです。薬を飲んでも根本的には解決しないんですって、先生。猫のでも借りたい。すみません、犬のを貸してください。申し訳ない、犬は下切れなんです。猫のならありますけど、猫のでも借りたいです。次、仏の皮もサンドバッグ。これは仏、ボコ痛い。何するんですか。うるさい、ボコボコ痛いですってやめてください。お前、無抵抗主義なんだろ。いや、間違えてます。それはガンジー。私は当たって似たようなもんだ。ボコボコ。何を殴ってんの。メルコは争奪。メルコはいないか。メルコはいないか。あ、いた、あそこだ。俺もメルコだ。やった、メルコ取ったぞ。メルコイは浮かれる。メルコイです。ベルコイが歌える。ベルコイです、ラララ。ベルコイは抜かれる。で、やめとこう。ビリアさんの目が怖いから。次、昆布にラッコ。昆布にラ
これですね。これは昆布、よくもしがみつきやがってな。しかしね、俺みたいに根なし昆布にしがみつくとは、お前も不運よな、ラッコ。釣りも積もればヤマト。波動砲発射、艦長。歯に挟まっていたピーナッツが取れました。そんなこと報告せんでいい。波動砲はどうした。はい、釣りが積もって撃てません。霧も積もればヤマト。猫に小判ザメ、小判ザメです。とても苦しいです。陸上動物に張り付いてくるんじゃなかったと思います。陸上、それは苦しい。一寸先はヤギ。真っ暗で何も見えないぞ。あた、何かいるぞ。めー。君子ローフェンス。君子と言われるあんたと言え、どうして塀が低いのでしょうか。きっと戦術的な意味があってのことだと思いお尋ねしたんですが、あれか、設計ミスじゃ。2階かな、手薬。どこ行ったんだろう、目薬。鬼に金棒。鬼、なんで金棒なんか振り回すんや。あや、よくお聞き、これはバットって言うんや。鬼には野球しやるんや。このバット先の声。ピー、イエローカード。いや、何もしてませんって。転ばそうとしただろう。転ばの先の笛じゃ。1個3万円、これを買うなら許してやる。買わなければ退場だ。弁慶の泣き袋。なんか嫌。ていうか想像するの無理。身から出たわさび。スパイダーマン、今日こそお前を倒す。人間があんたには無理だ。そう言われると思ってタカスクリニックで改造人間になった。ここからわさびが出るんだ。どうや。目の上の看護婦。脈は正常ですね。では血圧を測りますね。それよりも看護婦さん、何ですか。目の上から降りてください。病は菌から。あなたの風邪はどこから。私はくるぶしから。あなたは風邪だと思っているが、捻挫ですよ。アクセント身につかず。もうね、東京に出てきて13年も経っちゃってさ、大阪弁なんか出まへんわ。おびに短し、ラスキンに流し。おびで床を拭くのはやめなさい。それと、ラスキンを体に巻くのもやめなさい。長いものにはマカロニ。また長いものにマカロニっていう。長いのがスパゲティ、短いのがマカロニ。え、パスタ。それは何。スプーターの新製品か。頭隠して尻かり。犯人にする。頭を隠しても無駄だ。乾燥用のシリカゲルが出ている。犯人、お前はズラだ。二刀を追う者は一刀も得ず。二刀でいいね、二刀で。一刀のハワイ旅行なんかいらいませんよ。二刀のビーチサンダルでええねん。ちくしょう。飛んで火にいるかつお節。どうだ、かつお節安定装置のお具合は。それが博士どうした。メーターが3万から上がりません。それは変だな、こんなに飛んで火に行っているのに。意味わかりません。終わり余計の捨てでよし。そのメーターは終わりだ。素手で帰った。ドブネズミ男でした。イエーイ。
間待ちは当たり前、東京なんとかリゾートがお送りいたしました。何それ、ないけど。次回はコロムキャストという新兵器を使いましてテレビと合体するゲームをやりますんで、また見に来てください。よろしくお願いします。